1年国語花曇りの向こう2時間目新学年新学期を迎えた皆さん、どのような気持ちでいますか？ぜひ今の自分の気持ちと合わせながら考えていけるといいですね。今日は前回場面分けをした初めの場面、登校前にバラちゃんと会話をする僕の気持ちを考えていきたいと思います。気持ちを読み取るためには様子、行動、会話に着目してどんな気持ちかを考えることが大切です。それでは今から教科書26ページの1行目から27ページの16行目までを読みながら考えを書いてみましょう。ここで一度止めて考えが書けたら再開してください。7分を目安とします。それでは再開します。教科書の初めにはばあちゃんがまた気が重そうな顔をしてと書いてあります。またということはどういうことでしょうか？今までに何度か気が重い、嫌な気持ちであったということがわかります。では、なぜ嫌な気持ち、気が重かったのでしょうか？同じように教科書を見ると、小学校卒業と同時に引っ越し、3回も転校と書かれてあります。3回転校する。3回も転校する。2つを比べたときに、どのような違いがあるでしょうか？ここには、3回もと書かれているので、その段階で気分が良くないなということがわかります。実際に教科書の言葉を見ながら考えてみましょう。教科書には、次のような記述があります。黄色の波線で書かれた、簡単に行くわけがない、無理難題という言葉から、僕はどのような気持ちでいると皆さんは考えますか？私はここから、なんで？悲しいな、不安だなという気持ちを抱いているのではないかと考えました。このように引っ越し、転校ということがあり、不安な気持ちから気が重くなっているのだなということがわかります。さらにそのような気持ちであるのに、ばあちゃんは転校、ちょちょいのちょい、簡単だ。フラダンスやパッチワーク、自分からやっていることに困難だと話しています。挙句には、梅干しを食べれば何でも良くなると話していることに、何にも分かってくれない。どうして？という気持ちを感じている僕がいるのではないでしょうか。以上のように気が重い、どんよりとした気持ちでばあちゃんと会話をしている場面なのだと考えることができます。以上で2時間目花曇りの向こうを終わります。